Matsu no Kamisama, the God of Sushi Mats. Konya, intai suru watashi wa e mo iwarenu tsumi no ishiki ni sainamarete iru. Koko Little Tokyo de sushi o nigitte 55 nen. Iya, seikaku ni wa maite 55 nen to iu beki kamoshirenai.1963年、私があのトリプルティーロールを考案して以来、世界は劇的に変わってしまった。当時まだ寿司は日系人と一部の食通だけのものだった。一般のアメリカ人は生魚に抵抗を示しており、海苔は黒い紙のようだと気味悪がってわざわざ剥がして食べる客もいたほどだ。本格的な江戸前寿司を売りにしていた私の店には閑古鳥が鳴き、明日にでも廃業しそうな状況だった。もうすぐ二人目の子供が生まれるっていうのに、ここで店を畳むわけにはいかない。奮起した私は起死回生の新メニューに取り組んだ。生魚が苦手なら代わりに天ぷらはどうだ。味は流行りの照り焼きソースでパンチを効かせよう。海苔が苦手ならご飯が外側に来るように巻いてみては。こうして編み出したのがトリプルティーロールだ。トリプルティーは天ぷらのティー、照り焼きのティー、そして私の名前である富男のティーを表していた。照り焼き味のエビ天を裏巻きしたトリプルティーロールは瞬く間にリトル東京の名物となり、噂を聞きつけた客が全米や海外からも訪れるようになった。アボカドとカニカマのカルフォルニアロール、スモークサーモンとクリームチーズのフィラデルフィアロール、カラフルな食材を外側に巻いたレインボーロールなど、ありとあらゆるバリエーションが生まれ、寿司といえばロールというくらい巻き寿司中心の寿司文化がみるみる広がっていったのだ。握りこそが江戸前の神髄だというのに、客はやれダイナマイトだのスパイダーだのカタカナ名の巻き寿司ばかり頼んでくる。私は来る日も来る日も巻き続け、指には巻きすの縞模様がくっきりと刻まれる始末。神様、私は伝統を破壊してしまったのでしょうか。何をそんなに嘆いておられる。目の前に白い口ひげを蓄え、白い着物をまとった老人が立っていた。あなたは。わしは巻きすの神じゃ。マキスナ、おお、それはすっかりお世話になりました。そなたがロールを流行らせてくれたおかげで忙しくさせてもらっとるよ。それまで寿司神の世界じゃ包丁の神やまな板の神が幅を利かせとったが、60年代以降あれよあれよとポイントがたまって、今じゃ半大の神を抑え三大寿司神に名を連ねさせてもらっとる。寿司神の世界にポイントが。ああ、道具が使われると1ポイント加算され、100万ポイントごとに昇進するというシステムでな。100万ポイント。さすが神様の世界はスケールが違う。それはともかく商売を成功させ、子供たちも立派に育ち、無事転職を全うするおめでたい日だというのに、なぜ悩む。いや、散々使わせていただいてこんなことを言うのもなんですが、私は江戸前寿司をアメリカに広めるつもりで寿司職人を志したというのに、終わってみればどこもかしこもロールだらけでして、日本の寿司の伝統を完全に破壊してしまったと後悔しているのです。あの時安易にアメリカ人の好みに合わせず、じっくり腰を据えて握り続けていたらどうなっていたかと。なるほど、職人気質ゆえの苦しみか。わからんでもないな。まあわしも十分といい思いをさせてもらったことだし、なんならそなたがトリプルティーロールとやらを考案しなかったことにしてやっても構わんぞ。そんなことができるのですか。とりあえず1兆ポイント貯まってるから、過去を少しばかり塗り替えることなどわけない。では、ぜひお願いします。
こんなロールだらけの世界は我慢できない。どうかあの忌まわしいトリプルティーロールをなかったことにしてください。すると巻き巣の神様は懐から特大の巻き巣を取り出し、くるりと裏向きに巻き直してから懐に戻した。そしてにっこりとうなずき、ふっと闇に消えた。時計を見ると午後3時を少し回っていた。どうやら板場の椅子に座ってうたた寝していたようだ。給仕を担当する妻の玲子も調理場の保瀬も休憩を取っているらしく、店には誰もいない。ぼんやりとカウンターのネタケースを見ると、おや、なんだかいつもと色合いが違うぞ。寝ぼけまなくをこすってケースの中に焦点を合わせる。マグロ、ブリ、鮭、エビ、イカ、タコ、ホタテ、卵。普段ならケースの真ん中に堂々と積み上げられていたカニカマがなく、代わりにカンペオが置いてある。アメリカじゃ誰も頼まないし、調理も面倒なので、ここ数年作ったこともなかったカンペオが、もしやと思い野菜を冷蔵するガラスケースを見やると、アボカドは一応ある。だが2個だけでいつもよりずっと少ない。特用サイズの照り焼きソースは見当たらないし、海苔の缶も山積みになっていない。再びネタケースを見ると、タイ、ヒラメ、アジにノドグロも、なんと本格的なラインナップ。きっと巻き巣の神様が願いを叶えてくれたに違いない。開店まであと2時間ある。軽く散歩でもするか。私は上機嫌で表に出た。ホンダプラザからセカンドストリートを西へ進み、セントラルアベニューを北上すると、そこはリトル東京の顔ともいえるファーストストリートだ。歴史的な建造物をそのまま生かしたこの懐かしい雰囲気がたまらない。ランチタイムを過ぎて少し落ち着いた様子だが、ラーメンの大黒屋の前ではまだ何人かが空席を待っている。 LA もここ数年でラーメン文化が定着して競争が激しくなっているというのに、未だ揺るぎない人気を保っているとは大したものだ。そういえばファーストゾーンに数軒あったはずの寿司屋が見当たらないな。年寿司も円屋も大政も全部ラーメンに変わっているぞ。不意にゾゾッと悪感が走る。私がティーロールを考案しなかったがために寿司がラーメンに駆逐されたのか。まあいいか、少なくとも私の店は存続しているし、リトル東京だからってそこら中に寿司屋があればいいってもんじゃない。きっと腕のいい職人たちは別の場所に店を構えているのだろう。さてラーメン屋以外はどんな店が。私は左右を見渡しながらファーストを西へ向かった。バーにナイトクラブ、お釈金建て替え業者にアダルトショップ。おいおい、なんだか癖がすごいぞ。お世辞にも健全とは言い難い。私はくらりと軽いめまいを感じ、案内所がある超東京交番へと駆け込んだ。あの、すいません。どうも、何かご用で。私と同世代と思わしき物腰柔らかい紳士が私を迎えた。外の様子が。外がどうかしましたか。いつからこんな街並みに。交番の紳士はふうとため息をついて答えた。90年代にバブル景気が崩壊して以来、かつてのリトル東京は影を潜め、いつしかこの通りは。確かにニルバーナみたいなクラブはあったけど、こんなに怪しげじゃなかっただろう。じゃあジャパンビレッジは、ほら土産物屋とかスーパー虹屋とかあって、しゃぶしゃぶ屋や回転寿司の前には行列が。ジャパンビレッジとは懐かしい響きですな。あの辺一帯は2001年にフォスター不動産に買い取られて、今じゃどこにでもありそうなショッピングモールです。そんなバカな。私は目を見開き、そのままの勢いで駆け出した。あんなににぎわっていたビレッジがアメリカ系大企業の手に。ファーストゾーンに文化堂はまだあるし、
高野山別院もある。ランドマークとしておなじみの赤い櫓だってしっかり残されているじゃないか。ビレッジの入り口から恐る恐る中を覗いてみた。ポスターカフェ、ポスターベーカリー、ポスターアウトレット、虹屋があった場所はポスターマートに。右も左もポスター産業一色だ。こうも街並みが変わってしまうなんて一体何が起こったんだ。私は重い足取りで店に向かった。セカンドストリートはファッション系の店ばかりで、どこもかしこも浜寿司もごまさも消えている。商売がたきとはいえ、いざなくなってみると寂しいものだ。回転寿司の蔵だってあんなに流行っていたのに、今やヤムチャが回転する上海レボリューションに変わっている。お帰りなさい大将。店に帰ると調理場のホセが休憩から戻っていた。ホセ、なんでうち以外の寿司屋がなくなってるんだ。今さら何を言ってるんですよ。アメリカじゃグルメ以外は寿司を食べないから、この辺じゃ寿司屋はうちだけだよ。うちだけ。ロールが発展しなかった世界の寿司はそんなに人気がないのか。私はさっき誇らしげに思っていたネタケースを改めて見渡し、カニカマを置いていないことに罪悪感を覚えた。そうは言ってもアメリカ人だってマグロは好きなはず。ケースにはルビーのように立派に輝くマグロが。あれ、待てよ、筋の入り方が妙だな。ホセ、これは。ああ、見事な赤マンボウですね。赤マンボウだと。マグロはどうした。大将、悪い冗談はやめてください。マグロは乱獲のせいで絶滅寸前、輸入禁止になったって知ってるでしょ。冗談じゃない。寿司は人気がないってのに誰が乱獲を。それがアジアで爆発的に人気あるみたいですよ。マグロばっかり食べてるって。どういう理屈だ。腹にたまるロールがなくてその分マグロの消費量が急増したとでも言うのか。ところで玲子は。するとホセは気まずそうに首を振った。大将、今日はなんか変ですよ。元奥さんは何十年も前に日本に帰られたと。元奥さんって、まさか私がトリプルTロールを考案しなくて、商売が軌道に乗らなくて、妻が愛想を尽かしてそれで子供を連れて日本に帰ったとでも。いやいや、そんなはずはない。玲子とは裸一貫からやってきたんだ。一度や二度失敗したくらいで私を見捨てるほど薄情な人間じゃなかろう。なぜに、混乱して頭が割れそうだ。たった一つのことがこうも歯車を狂わせてしまうものなのか。いくら本格的な寿司を握っているからといって最愛の妻と子供がいなければ意味がないじゃないか。マキスの神様、お願いです。どうか元の世界に巻き戻してください。時計を見ると午後5時まであと10分。どうやら悪い夢を見ていたようだ。あんた、そろそろ開店だよ。準備はしないと。レイコ、戻ってきてくれたのか。何、わけわかんないこと言ってんの。それより佐藤、ほら、あんたがやめるってんで、もう常連さんが5人ほどお見えだよ。おお、そうか。おもむろに立ち上がり調理場に向かうと、2人の男がホセの仕込みを手伝っていた。息子のヒロシとタカシだ。それぞれ別のレストランで働いているはずなのに。親父、うなされてたみたいだけど大丈夫。何かと心配しがちなヒロシが尋ねる。本当はまだ引退したくないんじゃないの。タカシが1歳の頃から変わらない細い目でヘラヘラと笑っている。お前たちここで何を。決まってるでしょ、
忙しくて倒れられたら困るから助っ人に来たのさ、とヒロシが答える。たかしは、後でカレンとチビたちも来るから、かわいい孫たちにいいネタ握ってやってよ、と相変わらずズーズーしい。ああ、赤マンボウでよけりゃいくらでも食わせてやる、と私が言うと、ホセが割って入る。大将、そんな殺生な。今日はとびきりのマグロが入ってるのに。よかった。まだマグロがあったんだ。いや、そんなことより、職人生活の最終日に家族に囲まれて、これほどありがたいことがあるだろうか。こうなったら江戸前も握りも関係ない。ベリーロールだろうが粘着ロールだろうが何だって巻いてやる。時計を見るともう9時。閉店間際にこの辺では見かけないお客が壁側に座った。白い口ひげを蓄えた老人、その風貌はまるで夢で見た巻き巣の神様だ。いかがいたしましょう。うむ、お任せで頼む。で、苦手なものは？そうだな、特にはないが、最後は甘辛く締めたいな。例のやつでね。望むところだ。ここリトル東京で寿司を巻き続けて55年、有終の美はもちろんこれで飾る。世界を変えたトリプルTロールで。